はい皆さんこんにちは東京大学の坂谷と申します、えー、本日マネックス証券健康セミナーに参加していただきありがとうございます、えー、本日はですね脳の健康のためにできることという遠代名でお話しさせていただきますまず脳の健康というのは一体どういうことでしょうか 脳と心の健康というと、いろいろな見方がありますが。なかなか、あの、幅広い意味を含みます。そこでですね、あの、脳の健康障害から、脳の健康というものを考えてみたいと思います。脳の健康障害と言いますと、どういうものがあるでしょうか。まず、ストレスですね。まあ、皆様、日々感じ取られるストレス。 これがです、ね、体の病気例えば生活習慣病ですね高血圧糖尿病肥満、まあ、こういう体の病気を起こすと同時にです、ねえー、睡眠障害うつとかです、ね、心の病気も起こすというそういうことでストレスというのはあ体と心の病気の原因になるということで脳の健康障害の非常に大きな部分を占めております。 だと思います今認知症がですね高齢化ととともにに非常に増えておりますで、まあ、認知症というとですねあのどんどん自分のことが分かりにくくなったりですね物忘れだけじゃなく、まあ、身の回りのことができなくなるということで、えー、最もなりたくない病気の一つではないでしょうか。でこのストレスと認知症っていうのは実はですね非常に関係しているんです。 つまりストレスが原因で認知症になりうるというそういうふうな関係にありますですからストレスと認知症というのは、まあ、切っても切れないような関係にあるということをまずお伝えしたいと思いますまずストレスとはどういうものでしょうか え皆さんまあ職場の問題人間関係あるいはまああの女子えとのま関係とかですねそういう職場の問題それから家庭内の問題ですねまあ夫婦の問題え子どもの教育親との同居とかいろんなまああのまあ問題があります。でさらにまあ皆さんはですねえまあ株価のことが非常に気になるということですがまあこういうものがですね全てストレスの原因になるわけですね。 言い方を変えますとスストレスがななないいいいいようう日常生活はないというふうに考えてもいいかもかしれませんただですねストレスっていうのは人によって感じやすい人と感じにくい人がいますストレスがたまりやすい性格の方というのはどういう方でしょうか一つはですね仕事熱心で非常に真面目気ま,気まじめ、まあ堅実な方ですね。 で責任感が強い、まあ、誠実で、まあ、律儀孤り性であると、まあ、勤勉であると、えー、そしていい人ですね優しい人親切な人、まあ、人付き合いが良いとかこういうふうな方がですねストレスがたまりやすい性格というふうに言われております。まあ、逆にですね、まあ、いい加減な方とか、えー、責任感がそれほどない方というのはストレスがたまりにくい。 真面目な方ほどストレスが溜まりやすいということであります。ただですね、ストレスとその仕事の生産性というのは必ずしもまあ、えー、線形といいますかあ、ストレスが高ければ生産性が低いというわけではありません。えー、ヤンキーズ・ドットソンの法則というのがありましてですね。 適切なストレスレベルを維持することが生産性を保つということで大事だということが言われています。この図はですね、横軸がですね、まストレスのレベル、縦軸が生産性を表しております。この図を見て分かりますようにですね、あのちょうど適切なところのストレスレベルというのが生産性が高いと。 高すぎると落ちますけれども逆に低すぎても生産性が低くなるということですのでまあ、適度なストレスを保つということは生産性を維持するということで大事であるということでありますただこのストレスがです、ね、いろいろな生活習慣病の元になるということが言われております まあ生活習慣はですね、まあ、喫煙される方はこのぐら減ってきましたが喫煙が高血圧とか、まあ、いろんなあ、えーまあ、病気の元になるということはよく知られております。えー、あと偏った食事ですね、えー、バランスの取れていない食事をとったりです、ね、不規則な時間で食事をするあるいはお酒を飲みすぎたり運動不足こういうものがまあ肥満を起こすわけですけれども。 この図で見ますとですね肥満が、まあ、高血圧脂質代謝糖尿病、まあ、こういうものの原因になるというふうに書かれておりますが大事なのはですねこのストレスがでですね肥満の原因でもあるということとであありますスストレスがあるとどうしても食べ過ぎたりですね不規則な時間に食事をするということが、まあ、肥満を誘発するわけですね。でこの高血圧脂質以上 あるいは糖尿病こういう生活習慣病がですね動脈硬化を起こすんですねまあ、年齢とともに動脈硬化が強くなりますとですね今度はですね脳出血脳梗塞などの脳卒中あるいは心筋梗塞とか狭心症などの心疾患こういうものの原因になるわけですですからストレスを放置すると生活習慣病を経て動脈 効果を誘発し最終的には脳出血脳梗塞心筋梗塞こういう致死的な病気になりうるということですのでストレスを放置するということは、まあ、将来のの病気のリスクを高めてしまうということであります例えばですねストレスによる消化器障害というのは結構言われております。 ストレスがありますと自律神経系例えば交感神経不交感神経こういう活動のバランスが崩れますと、えー、腸の運動前ん動運動が更新したり逆に低下したりあるいは消化液の分泌が更新したり逆に減りすぎたりしてそして、えー、いろいろな症状を起こします。例えばあ、えー、下痢とか、えー、便秘 食欲不振、胃痛、胃もたれ、から吐き気とかですね、嘔吐そして喉の使い感というのもあります皆さん経験ないでしょうかストレスがあるとですねなんか喉が使えたようなちょっと息苦しいような感じがすることがありますこれは実はストレスによるまあ、消化系の症状の一つというふうにお考えくださいで最近ですねこの働き盛りの人に多いストレス の、まあ、消化器症状の一つにですね、過敏性腸症候群というのが注目されております。これはですね、例えば会議が始まると、急にお腹が痛くなるとかですね。通勤電車に乗ると、お、なかなか、お腹が痛くなってしまうと。まあ、そういうふうな症状が繰り返し起きる。まあ、トイレに行くと、まあ、すっきりするけれども、また、痛くなる。まあ、こういうふうなのが過敏性腸症候群と言われています。 これは決して稀なものではなくてですね、えー全,まあ、全人口12.5%患者数としても1200万人ぐらいいるのではないかと言われております、えー、若い方であればですね、まあ、あの職場とか、まあ、学校の人間関係などのストレスが原因ですが、まあ、50代60代の方もですね実はこの過敏性腸症候群の方は結構おられます まあこの年齢層ではですね、まあ家庭内のトラブルとかですね、まあそういう人間関係のストレスが原因になって起きるということが言われております。あとあの一応症状だけではなくて頭痛としてストレスの症状が出てくる場合があります。この図に書いてありますように偏頭痛、群発性頭痛、筋緊張性頭痛と三つの頭痛が まあ、よく起きる頭痛という,ふうに言われてます例えば偏頭痛というのはあの子どもの頃からですね定期的にズキズキするとか目がチカチカする群発性頭痛というのは目の奥がズンと痛むというものでありますがこの筋緊張性頭痛というのは実はですねあのストレスが原因なんですね。でストレスがありますと肩が凝ったりするということで肩こり もうこの肩の筋肉はですね、頭の骨についております。ですからその後頭部がズキズキ痛むとか、あるいは頭に輪っかがかぶさったようなそういう頭痛を覚えます。またこのフラフラするようなめまい、これも特徴的なんですね。で偏頭痛との一番の違いは偏頭痛はあのまあ、若い時からま定期的に起きますのであまた偏頭痛が来たということがわかるんですけれども。 この筋筋調整頭痛というのはストレスが原因ということで、えー、最近そういう、えーまあ、人間関係の、まあ、トラブルがあったということがきっかけになるわけですけれども初めて、えーまあ、頭痛が起きるものなので何か非常に怖い病気細か出血とか脳腫瘍のようなそういう病気が起きたんじゃないかということが思ってですね 私は実は脳神経外科なんですけれども脳神経の外来受診すると。で話を聞くと数週間前にそういうトラブルがあってストレスが続いているというふうに、えー、言われてですねその原因が分かるわけです。ですから同じ頭痛であってもですねこのストレスが特に関係するのは筋、ま、筋、あ、調整頭痛であるというふうに、えーえーえー、覚えていただくといいと思います。 次にストレスによる脳の障害特に睡眠障害についてお話ししたいと思います皆さん睡眠負債という言葉を知っているでしょうかこれはですねこの日々の睡眠不足が知らぬ間に蓄積して脳や体にダメージを与えることこれを最近睡眠負債と言っているんですね。 でこの睡眠負債というのは単に睡眠時間が短いだけというわけではなく睡眠の質の低下によっても起きるということが言われております。で睡眠不足あるいは睡眠障害の方というのは今たくさんおられますが大きく分けてですねこの4つのタイプに分けることができます。1つはですねなななかなか寝つけない布団の中に入っても 眠れないこういうのを入眠障害と言いますもう一つはですね、えー、眠ることは寝ることはできるんですけど夜中に目が覚めてしまうで中途覚醒でその後なかなか眠れない、まあ、こういうふうなタイプが中途覚醒ですね。でもう一つはですね、えー、明け方ですね、まあ、4時とか非常に早い時間に、えー、目がパチッと覚めてしまう。 でその後寝ようと思ってもなかななかか眠れない、えー、こういうのを早朝覚醒と言います。特に、えー、ストレスで、まあ、抑うつになった時にですねこういう,う、まあ、朝早く目が覚める中途覚醒、えー、早朝覚醒ということが起きます。で4番目にですね時間的にはまあぐっすり、えー、7時間8時間、まあ、寝てるはずなんですけれどもどうも眠った気がしない。 朝起きたときから、えー、体がだるいとかですねなんだか眠った気がしないというまあ、えー、熟眠障害こういう4つのタイプがありますですから睡眠不採という場合もですねこの4つの睡眠障害のタイプによって、えー、いろいろな不採が溜まってくるわけであります で睡眠時間というのはあの長けけれればば良いいいいあるいは短ければ危なとうこの図はですね睡眠時間と死亡率の関係についてですね30歳から100歳ぐらいまでの110万人の方をですね6年間追跡調査,調査した結果死亡率が最も低かったのは7時間前後の睡眠の人たち。 ということが分かりました。で、7時間睡眠を基準にしますと、それよりも長くても短くても、えー、死亡率は上昇するまあ、最大で1.3から1.4倍ぐらい高くなるということが分かりました。まあ、睡眠時間がいろなあ、まあ結果を持ってですね。まあ,あの体に影響を及ぼすということを表しているわけであります。 そしてですね、睡眠障害というのはですね、まあ、いわゆる集中力が減るとか、まあ、仕事の能率が減るとかというわけだけではなくてですね最近は認知症のリスクにもなるということがれまでですね例えば睡眠時無呼吸症候群いびきをかいてですね、えー、呼吸が止まるような、まあ、そういう時にはあまあ低酸素 のストレスが脳に加わることによって、えー、まあ脳梗塞とか、まあ脳の障害が起きるということはよく言われておりました。ところがですね、最近の研究によりますとですね、えー、睡眠時間の間にですね、えー、脳のその老廃物、まあアミロイドと呼われるまあ老廃物がですね排出されるんですけれども。 その睡眠障害によってですね。えー、アミロイドベータ、これがあまあ、脳にたまるということが言われてきました。それで、後ほど申し上げますけれども、このアミロイドベータというのは実はですね。アルツハイマー病の原因物質なんですね。つまり。睡眠が十分取れているときには、アミロイドベータが脳から排出されるわけですけれども、睡眠不足になると。 その排出がうまくいかずにですね、アミロイドベータが脳に溜まってしまうということになります。そしてこのアミロイドベータの沈着がアルツハイマー病の原因物質であるとになっているということですので、この睡眠障害がですね、アミロイドベータの沈着を介してですね、認知症の原因になるということは。 まあこれからですね年を取っていく上で睡眠障害をなんとか直していかないといけないと思うわけですけれどもそれがうまくいかないと認知症のリスクが高くなるということであります。はいそれではあの睡眠負債をどうすれば返済することができるのかあるいは睡眠負債がたまらないようにするにはどうすればいいのでしょうか。まずですね えー、寝床ににスマホはは持ち込まないこれは非常に大事ですね、えー、ついついメールをしたりあるいはネットでですねいろいろなところをあ、まあ、見たりコメントを送ったりすることがありますが寝床までスマホを持っていくとですね脳がいつまでも興奮してですね、えー、なかなか寝つけないということになります。 そして朝起きた時ですね朝起きるとですね日光を浴びるということが実はですね、えー、睡眠物質であるメラトニンというものを、えー、十分に脳の中に分泌させるとということで非常にに大事になりますですから朝起きたら散歩するというのは実は、まあ、あの新鮮な空気を吸うというだけではなくてですね朝日を浴びるということが、えー 翌日のま睡眠に非常に良い,い影響を与えるということであります。逆にですね、日光を浴びない場合というのはうつ傾向が進むということが言われております。例えば北欧でですね、えー、まあ冬、えー、の間はほとんど日光に、えーえー、日光浴びる機会がないということがあります。そうするとですね、うつ病になるということも言われております。ですから。 日光を浴びると朝起きたら浴びるということはその睡眠障害を予防するという意味でも非常に大事になります。で3番目にですね、えー、入浴は寝る90分前までに済ませるということも一つ、えー、寝つきを良くするというこれは少し意外に思われるかもしれません。 お風呂に入ってポカポカしたまま布団に入ればぐっすり眠れるのではないかというふうに思われると思うんですが実はですね体の中の深部体温表面ではなくて深部の体温というのは実はは眠るる低くなっているんですね日中は高く眠る時は低くなるそういう体温の深部体温の変化があるんですね。 ですから眠る前にお風呂へ入るとですね深部体温というのは高くなってしまいますので日中とと同じよううにに体温が高いいまままううなりますそうするとですねなかなか寝入りにくい、まあ、深部体温が十分に下がらないと、まあ、ぐっすり眠れないということが、まあ、最近の睡眠の研究で言われております。こ、まあ、このことからですね 入浴というのは、まあ、眠る90分ぐらい前1時間半ぐらい前には済ませて深部体温を下げることという,のかいうことが、まあ、熟睡すするは1つの重要なポイントという,ふうに言われております、まあ、この3つを守ることによってですね睡眠負債をためないあるいはうまく返済するということができるというふうに考えられています。 はい。次にストレスによる脳の障害として物忘れについてご説明したいと思います。ストレスがあると物忘れすること皆さんないでしょうか。仕事が忙しいあるいはまあいろんな人間関係でストレスがたまる。そうすると、えー、っと。 名前が出てこないあるいはハンコがどっかにっあったとか鍵がないとかですね、えー、いつもはそれほど物忘れしないのに何か急に物忘れが増えたということはないでしょうか、まあ、これがですねストレスによる、まあ、脳の障害の一つとしてある物忘れなんですね。で実際ストレスがどういうふうに脳に働いているかということをちょっと説明いたします。まあ、脳にでですすすねねス、まあ、ストレスがありますとです、ね この前頭葉つまりおでこの後ろにある前頭とというところが活動しますつまりここはですね、えーまあ、認知機能と申しましてその判断すするところですねつまりいろいろな状況人間関係とかそういうものを判断するのが前頭葉というところなんですが、まあ、そこがある意味ストレスセンサーになりながらまたストレスをコントロールするというふうに最近は言われております。 まあどのようにコントロールするかといいますとですね、脳の深いところに大脳辺縁系海馬とか扁桃体、まあ記憶とかあるいは感情そういう中枢があります。そこにストレスからの信号が行きます。でその後視床下部というところに信号が渡ってですね、ストレスホルモンを分泌する内分泌系あるいは えー、血圧とかを上げる、えー、交感神経系、まあ、自律神経ですねが活動すると、まあ、こういう経路をとってですね、えー、最終的にですね、えー、こういう活動が過剰になると免疫系に影響を及ぼして、えー、免疫機能が落ちるということがあります。まあ、例えばスストレスがあるとですね、えーまあ、先ほど申し上げた物忘れ以外に風邪をひき 引きやすくなるとかそういうふうなまあ免疫力の低下ということが起こるということがよくあります。でストレスがあるときにですねその先ほど申し上げた前頭葉の活動のパターンにですね二種類あることがわかりました。これはですねちょうど頭のおでこのところをくり抜いてですね脳の活動を色で表しているんですが。 光で脳機能を測る装置光トポグラフィーという装置を使ってスストレをを与えたたののの前頭の活動を見たものです向かって左側はストレスを与えたときに左の前頭葉が強く活動する方、まあ、左優位タイプ逆に右が強く活動するタイプがあるということが分かりましたそして非常に興味深いことにですね えー、自律神経系の活動例えば脈拍の変化とかを見ますとですねストレスが加わった時に右が強く活動すする方といいうのはドドキドキしやすい逆に左側が強く活動する方はあまりドキドキしないということが分かってきました。さらにですね、えー、ホルモン 内分泌系ストレスホルモンの反応を見ますとやはり右が強く活動する方というのは、えー、内分泌の反応も強いということが分かってきましたまあ、私たちはあのストレスがあるときにですね、えー、敏感に活動する方とあまりこう動じない方がいるということはまあ、経験上知っているわけですけれどもそれがどこから来るかというとどうも前頭葉の活動パターンが 右優位の方はこうストレスに弱いドキドキしやすい手に汗を握りやすいとか緊張しやすいとかですねそういう方であると逆に左優位の方はあまあえどっしりしたというかまあそういうストレスに動じないタイプであるというふうなことが分かってきましたですからまあ右優位の方というのはまあストレスパターンストレス脳であると。 左の方ははリ,リラックスパターンであるという,ふうに私たちは名付けておりますこれによってですねこのストレスが、まあ、脳の障害を起こすということになるわけなんですがもともとストレスの反応は先ほど申し上げましたように脳が活動して体のストレス反応を起こすわけですけれどもこの図にありますようにですね内分泌 の反応ストレスホルモンが分泌されますとですね今度はですねこのステロスホルモンが逆に脳に脳働きかけるんですねでつまりストレスがあると脳が活動して体のホルモンが反応するわけですけれども今度はかえって分泌されたホルモンが脳の 海馬と呼ばれるま記憶学習中枢に働きかけてその機能を低下させるということが分かってきたんですねですから先ほど申し上げましたようにいろいろなストレス人間関係とかま職場の問題があったときにいろいろ物を忘れするというのはどうもこのストレスによる内分泌ストレスホルモンが海馬というところに えー、悪影響を及ぼして、えー、物忘れを起こすんじゃないかということが分かってきたわけですねで、つまり日常的でもこういうストレスが積み重なりますとですね、えー、まあ、会話があまあ、機能低下を起こしたりあるいは会話が萎縮したりですねそういう風なうなあ、まあ、ストレス反応が起きるということでまあ、物忘れ 記憶力障害これがストレスと密接に関係しているということでありますそして大事なことはですねこのストレスにさらされている脳というのは活動しすぎているととうことなんですちょうど右の絵にありますようにですねあの車で言いますとオーバーヒートしたということなんです。つまりいいろんな人間関係とか、まあ、そういうスストレス 頭の前頭葉を活動させるわけですので脳を使いすぎているわけですね言い方を変えると脳がオーバーヒートを起こしているわけです。で物忘れをするということなのでこの時にですね例えば皆さん例えばですねマラソンを走った後に当然え 足腰が弱るのはまあ疲労で当然なんですがまあその時休みますよね。ところがそれをさらに筋トレしてまあ鍛えるなんて人はいないと思います。脳トレっていうのはもうまさしくそういうふうにまあ脳を使いすぎた後にえまあ脳が疲れてですね物忘れをしている状態でえさらに脳を活動させるということはもうまさしくその、えー マラソンで走り切った後に筋トレするようなものですねオーバーヒートしたエンジンにさらにアクセルを吹かすようなものというふうに考えていいと思いますですからまあ、脳を使ってないいわゆるま引きこもりとかですねそういう方とはではなくって一般の生活をされてる方というのはもう十分に脳を使っておりますのでストレスによる物忘れというのはむしろ脳を使いすぎている状態だと いうことで脳を休ませるということが大事になります。そのためにもですね、あのリラクゼーションが必要になります。まあ例えばアロマセラピーとかですね、マッサージとかいろいろあります。まあこういうふうなですね、まあ五感を介した脳に対して心地よい刺激、体を介してですね、心地よい刺激が脳を休ませれることによって。 本当の活性化を起こすということであります。つまり、えー、オーバーヒートしたあまあエンジンに対してですね、えー、風を送って新しい、えー、冷たい水を入れてですね冷やすこういうことが必要になるわけです。まあいろんなあのリラクゼーション法がありますのでちょっと紹介しましましょう、えー。マインドフルネスという言葉は皆さん最近、えー、耳にしたことないでしょうか。 これはですねあの、まあ、西洋から入っている言葉なんですけれどももともと東洋の座禅がまあ欧米に伝わってそしてまあマインドフルネスというふうにもう一度逆輸入されたようなものなんですけれどもこれはですねポイントはですねお腹を意識したまあ腹式呼吸を行う。 呼吸に伴ってですねお腹が膨らんだりへこむということを意識してくださいでゆっくりとした腹式呼吸をするとでこれをやってる時にですねいろいろな感情が生まれます、まあ、外のことが気になったり、まあ、いろんな雑念ですねこういうものが浮かび雑念が浮かぶわけですけれどもこれに対してですねいいとか悪いとか雑念を払おうなど まそういうことは考えずに呼吸に意識を戻してください。まあ、座禅でもですね、よくあの数を数えながら座禅するということがあります。一つ、二つというふうに。 数えることによって呼吸に、えー、意識を集中させるということが、まあ、座禅の方法なんですけれども皆さんもですねこうやって椅子に座ってリラックスした状態で、まあ、腹式呼吸をゆっくくりとしてくださいでいろんなことを、まあ、雑念が出てきた時は、えー、まあ 呼吸に集中するということで、まあ雑念を払おうとかですね、そういうことはあまり考えずに呼吸に集中すれば自然となくなる。まあこれを続けることが脳をリラックスさせる非常に効果的な方法というふうにまあ欧米でも日本でも最近は考えられております。あとですね、あの体から休めると体の緊張というのがまあ心の緊張、脳の緊張を引き起こすと。 いう,ふうに考えられておりますですからいかに体をリラックスさせるかということですけれども一つはですね体にですね力をグッと入れてそしてリラックスする、まあ、それを繰り返すと力を入れてパッと緩める、まあ、こういう緊張感で、まあ、あの力を抜くことによってです、ね、リラックス状態とは一体どういうものかということを知っていただく 数秒間ぐっと力を入れてパッと抜いてで20秒ほど,緊張,がほどく緊張がほぐれるという感覚を味わえます。まあ、これと先ほど申し上げたあマインドフルネスの呼吸法を組み合わせるということもいいと思います。あとさらにですねあの肩が凝ったり首が凝るこれはもう皆さんあのデスクワークしていることによくあると思います。そそししててれが原因にななって先ほど申し上げたような 筋緊張性頭痛というふうな、まあ、頭痛を起こすということもありますので首の筋肉肩の筋筋肉肉肩をほぐすすとということは非常に大事です、まあ、そのためにですね首を左右に振ったりこの上下前後に振ったりですね回転させたり、まあ、そういうふうにですね体の緊張とリラックスを感じながらですね、まあ、自然な呼吸をしながらこれを続けると。 いうことでまあ、先ほど申し上げたマインドフルネスあるいはこう緊張してからグッと体を緩めるあるいはこういう、まあ、ボディーワークこれをやることによってですね、まあ、ボデ,ィデスクワークを12時間続けた後はこういうリラクゼーション法を取り入れることによってです、ね、脳を休ませるということが非常に大事になると思います。 はい、えー、それでは次に認知症について、えー、お話ししたいと思います、えー。まあ日本はですね、今世界の中で最も高齢化が進んでいる超高齢化社会であります。それによってですね、認知症の患者さんも急増しております。これが今社会問題化しているわけですね。 例えば2012年というのは、まあ、認知症の患者さんというのは65歳以上の15%ぐらいであったのがですね2025年になると20%つまり5人人にに1人は認知症になる可能性が指摘されております、まあ、そして2025年問題というのがありまして今まで働いておられて、まあ、税金で賄われてた保険 診療の体制がですね。二千二十五年になるとリタイアされて。え、今度は使う側に回るということで。財政が非常に厳しくなる。まあ、二千二十五年問題。というのがありますが、ちょうどその頃からさらに、認知症の患者さんが増えると。いうことで、今、社会問題化ししております。で、認知症には大きく分けて四つのタイプがあります。え、最も多いのは。 あのアルツハイマー型認知症、まあ、67%大体7割ですねこれはですね先ほどちょ,ちょっと触れましたけれどもアミロイド β という、まあ、脳の中にですねタンパク質が異常なタンパク質がたまってそして神経細胞を変性殺してしまうというある意味原因がなかなか特定しにくい。 えーまあ、神経変性疾患と呼ばれるものですけれども、えー、そういうアルツハイマー病が7割を占めておりますそして次にです、ね、多いのがだいたい20%ほど、えー、血管性認知症というのがありますこれはあの生活習慣病が元になってそして、えー、動脈効果が起きるでそれが原因で、えー 脳梗塞が起きまあそういうのが、まあ、あの血管性認知症と言われているものなんですが最近はですねこの最初のアルツハイマー型認知症もですね動脈硬化による脳の血流低下が起きることによって症状認知症の症状が出るということが言われております。 ですから動脈硬化というのがこの血管性認知症だけではなくって神経変性疾患であるアルツハイマー病にも非常に関係しているということが言われております。まあその他にですねレビー小体型認知症これはですねちょっと特殊な認知症でですねいろいろな原子、ですね幻が見えるというのが特徴です。 そしてあと前頭側頭型の認知症これはもう1%非常に少ないんですけれどもまあこういうふうにですね全体を見ますとですねアルツハイマー型認知症と血管性認知症そしてアルツハイマー型認知症も動脈硬化がベースになって発症するということですのでまあ,ある意味7割と2割9割ぐらいがですね 動脈硬化が原因になって認知症の症状を発症するということが最近注目されておりますでは認知症の症状というのはどういうのがあるんでしょうか実はですね認知症には大きく分けて2つの症状が言われております一つは中核症状と呼ばれるものでこれはあの記憶障害ですね 新しい出来事が覚えられなくなったりあるいは過去の記憶を失ってしまう記憶障害そして見当識障害これは時間とか場所あるいは人との関係性の判断がつかなくなるということで、えー、誰だかわからないあるいは季節に釣り合いな服を着るとかですね、まあ、そういう見当識障害ひどくなるとですね えー、道にに迷って家に帰れなくなくるこれもまあ検討式障害の1つのつタイプですもう一つはですね、えーまあ、理解力判断力が低下する、まあ、考えるスピードが遅くなる、まあ、こういうふうなのがまず認知症の中核症状でありますでもう一つはですね周辺症状と呼ばれるもので、えー、まあ先ほどの,その中核症状の周辺にある症状としてですね 行動あるい例え、まあこれはですね例えば、えー、物を取られたんじゃないかとかですね財布がなくなった実はどっかに置き忘れたのが取られたとかですねそういう妄想とかあるいはすぐに怒り,や怒りっぽくなってですね暴力を振るうとか、まあ、そういうふうな、まあ、症状あるいは先ほど申し上げたの行方不明になってしまうとか。 あるいは気持ちが沈んでしまう、まあ、不安とか抑うつが強くなるで幻覚とかですね、まあ、そういうふうな症状これは、まあ、に認知症の中核の症状ではなくて周辺症状、えー、BPSD というふうに呼ばれることもあります。はい で皆さんまあおそらくですねあの年取ると、まあ、50過ぎると名前が出にくいとかいろんなあの物忘れ出てくると思うんですね私もよく名前が出てこなくて困ったりすることはあるんですがその認知症とこの加齢年を取ったことによる物忘れどういう違いがあるんでしょうこれれはですね、えーまあ、例えば、えー、による物忘れというのは えー、どっかに旅行行ったとしましょう。えー、1ヶ月前に旅行行ったと。でそのどこに行ったかと聞かれてですね、どこだったかは忘れてしまったと。でも行ったことは当然覚えてるわけですけれども認知症の場合はですね、えー、旅行に行ったこと自体忘れているということがあります。あるいは例えば昨日の晩御飯何を食べましたかと聞かれてですね、えー、おかずは何だったかな1つ2つ言えるけれども全部言えない。 これはもうに認知症の場合はですねご飯食べたかなと食べてはいないんじゃないかとかですね例えばお昼に食べたのにそのすぐすぐに食べてないと言ってまた食べようとするとかですねそういう行為自体を忘れてしまうこういう差があるということであります。 そしてです、ね、最近はですね認知症は治療よりも発症予防が大切というふうに考えられるようになってきましたこ実はですね、えー、認知症に対する我々の治療戦略というのがここ数年で随分変わってきました。 それはですね、まあ、先ほど申し上げましたアルツハイマー病これがまあ認知症の大部分をまあ占めているわけでその原因物質としてこのアミロイド β という、まあ、タンパクが脳にたまるこれが原因だということは分かったということでですねその治療薬を開発してたんですね。つまりアミロイド β ができないようにするとかあるいはできてもそれを消すような抗体を作る、まあ、そういうふうな治療法 をずっとま製薬メーカーが世界の製薬メーカーが開発してたんですがうまくいかないんですね。それでそれではじゃあどうしようかということになってですね認知症の発症を予防しようという方向に変わってきました。認知症自体アルアミロイドベータができないようにそういう認知症の根本的な予防ではありません。 あくまで認知症の症状が出ないようにするというそういうふうな予防でありますあるいは遅らせるとかですねそれを持って認知症の予防というふうに言っておりますしかしこの認知症というこういう治療薬がないものですねこれ予防できるのかというまあ疑問が起きると思いますところがですねこの認知症というのは先ほど申し上げましたように生活習慣病 これがあ、まあ、きっかけとなる、まあ、全身性の病気というふうに考えるとですね脳自体の異常はなかなか、えー、治すあるいは予防するということは難しいんですけれども生活習慣病であれば、えー、予防も治療もできるわけであります。えー、図で表しますとですね認知症はこれはもう脳の病気であることには間違いありません。脳が 異常を起こすこすとによって認知機能が低下するということですが先ほど申し上げましたように生活習慣病糖尿病とか高血圧あるいはですね栄養障害とか貧血あるいは軽度の肝機能障害あるいは腎機能障害こういうものが脳に対して影響を及ぼして認知機能を低下させる。つまりり認知症の症の状を出したり 認知症のリスクになるということが最近分かってきましたそしてこの全身性の代謝障害生活習慣病とか、まあ、肝機能障害腎機能障害これを治療あるいは予防することによって認知機能の低下を予防するあるいは遅らせる認知症のリスクを下げるということが可能であるということが分かってきました。 でどういうふうにこれを行うかなんですけれども大事なのはですね,ね MCI という言葉お聞きになったことあるでしょうかこれはマイルドコグニティブインペアメント軽度認知障害という,う、まあ、言葉の略なんですけれども、えー、この下の図にありますように健常の方がですね認知症 になる前にですねちょうどその中間の状態がありますで、この MCI の状態であればですね元に戻す正常化することができるんですところがですねこれを放置するとまあ認知症に移行してしまうと いうことが言われております。そして大事なのはですね。現在私たちあ、私まあ認知外来してるんですけれども、来られる方というのは mci の方というのは非常に少なくてですね中等度まで進んだ方が来られることが多いんです。そうなりますと。とまあ、先ほどお示したようなお薬がなかなか効かないとかですね。予防法も効かないということですので、この mci を早い段階で見つけるということが大事になります。 つまりこの MCI は認知症の未病であるというふうにお考えくださいですから MCI をいかに早く見つけて MCI から認知症にならないようにする予防法これが非常に大事になってくるわけでありますではこの認知症のリスクをどうやって判定するかということなんですが私たちは実はですね 健康し健康診断のまあデータからですね、この MCI のリスクの判定を AI を使って行うと方法を開発しております。これについてちょっと説明したいと思います。先ほど申し上げましたように、まあ認知症は生活習慣病です。脳の機能の低下というのは生活習慣病。 あるいは栄養障害貧血とかいろいろな全身性の代謝障害で起きますそして大切なのはですねこの生活習慣病にしろ栄養障害、えー、貧血あるいは肝臓機能腎機能障害これ全てですね、えー、健康診断の一般の血液生化学データと言いますけれども一般の血液検査でわかるんですねつまり特殊なあのマーカーというんですか えー、まあアミロイドベータとかそういう認知症に特異的な物質を見つけるようなそういう必要はないんです一般の検診データで得られる血液データこの血液データをもとにですねこの認知機能がどれぐらい落ちるかということを予測するというこういうことを私たちは AI を使って行っております。でまああの 人工知能 AI というのは最近自動運転とか、まあ、いろんな日常生活の中で応用されております医療分野でもですねその画像診断とかいろんなあの診断方法に応用されておりますが私たちはその、えーまあ、人工知能を使いましてですねこの一般の血液検査 まあ非常に複雑な、まあ、関係が、まあ、脳の機能と複雑な関係があるわけですけれどもそれを AI を用いて解析してそして皆さんの一般の血液データから予測するというそういう技術を開発しております。その名前をつけてです、ね、AI 工具 AI COG というのは、まあ、認知機能のコグニションということで、まあ、AI という名前をつけております、まあ、一般の血液データからですね MMSE という認知機能を測る、まあ、テストのスコア0から30点なんですけれどもそれで予測するそのスコアで予測するということを行っています。でですすすからこの方法を使いますとですね 別にあの血液採掘する必要はありません。データだけでよろしいので結果はすぐに出ます。で短時間にまああの検査できますのでスクリーニングテストとして使えるということで非常に高効率であります。この方法を使いますとですねま去年私たち国際雑誌に発表したんですけれども。 まあ右の横軸の実際に測った MMSE のスコアと予測したスコア非常に高い相関関係があるということで高い予測精度があると。でさらにですね MMSE の点数を23点以上と24点以下あ24点以上。 以上23点以下に分けて、えー、正常と認知症の疑いというふうな2クラス分類の診断法というのがあるんですけれどもその精度を見ますとですね、えー、診断、えー、感度も得意度も90%と非常に高いことが分かりましたさらにですねあのー、これ横軸に年齢縦軸に、えー、m m s のスコアを 表してるんですけれども例えば皆さんが50歳の時に27点であったとでもしその血液検査のデータが変わらないとすると年齢が上がるごとにこれぐらい認知機能が落ちますという、まあ、未来の認知機能の低下を予測するということもできるようになってきました。 ですからまあこのアイコ国をやることによってですね将来の認知機能の低下も予測できるということで現在いろいろろなと特にですねどれぐらいの効果があるのかということもこのアイコ国を使うことによって評価できるということも分かってきました。 例えば運動というのは脳に非常にいいんですけれども3ヶ月運動すると認知機能がこのように上がると愛国による予測値が、まあ、上昇するとかあるいは実際に測る MMSE も上昇するということが分かってきましたので、まあ、この愛国を使うことによってですねどれぐらいあの認知機能の 低下を予測予防できるかということも可視化できるということになってきました。このようにですね、まあ認知症というのはまあ治療からまあ予防する時代に変わってきたというのがちょうど現在のストラテジーの医療的なストラテジーの変化なんですね。そしてまあ先ほどもから申し上げている愛国で早期発見すると。 それによってこの MCI を見つけるそれを今度は運動食事療法で正常化するこれが私たちが目指している認知症の早期発見早期予防的介入なんですねでこの運動食事っていうのが非常にまあ大事でありまして現在ですねま運動を皆さんやってると思うんですが けど何に対して運動効果があるかというと、お、ま、そ、あ、らく皆さん肥満の防止とか体力の向上というのがまあ運動療法の、まあ、目的というふうに考えられると思います。まあ、生活習慣法の予防予防あるいは治療ですね。ところが脳自体を活性化するということも実は分かってきました。 学習能力が向上したり認知症の予防効果があるということが分かってきたんですね例えばですねこれはですね、えー、週のうち3回以上運動している方と2回以下の方に分けてですね認知症になる率がどう変化するのかというのを見た図なんですけれども週のうち3回以上 運動されるる方方のががが認知症にななリスクが少いいととうことが分かってきましたですからまあ長続きする運動というのが非常に大事であまり激しい運動を週のうち1回だけするよりは、えー、汗ばむような、まあ、例えばウォーキングとか、えー、そういうものを週のうち3回以上する方がいいんではないかというふうに言われております。さらにですね この運動することによってですね、えー、脳が大きくなるちょうど運動すると筋肉が太くなると同じように、えー、脳の容積が増えるというふうなことも分かってきましたこれは6ヶ月間、えーまあ、週に3回以上、えー、1時間のウォーキングを6ヶ月行ったという方と何もしない、まあ、コントロールで、えー まあ、開発室まあ、脳の表面と深いところの変化を見たんですけれどもこの色のついているところがですね6ヶ月間の有酸素運動で、えー、脳の容積が増えてきたところでありますですからちょうど筋肉を鍛えるように有酸素運動をすることによって脳自体も、えー、大きくなるということが分かってきたわけですねでなぜこういうことが起きるかというのはまあ、人では分かってないんですが 動物実験では神経成長因子と呼ばれるものが増えることで脳のがが増えるとということが分かっておりますただですね今度は運動しすぎて痩せるとですね今度は、えー、中年の場合ではなくて高齢者になるとですねあの認知機能に対して逆の効果があるということが分かってきました。 えー、つまり痩せすぎということは実は認知症の発症のリスクを高めるというそういう効果があるということも分かってきました。えー、まあそういうことでですね、えー。まあ年齢によってですね。例えば中年の方が太りすぎるとまあ認知症のリスクになりますが、まあ六十歳以上のまあ年を取ってきますと今度は痩せすぎの方がむしろ問題になると。 いうことが言われておりますので、まあ、その辺のことも注意していただいて運動していただければと思います。あと食べ物なんですけれども、あの地中海食皆さんご存知でしょうか。まあ、日本のあの和食とよく似てます。あの魚介類を中心にですね、お肉とかはできるだけま少なめにということで、あとヨーグルトとかですね、まあそういう乳酸飲料を取ったりすると。 まあこういうものを続けるとですね、えー、実は認知症のリスクが減るということが分かってきました。例えばこの地中海食にオリーブオイルとかナッツ、まあこういうものを加えたものと単なる、えー、低脂肪の、えー、まあ食事をする分を見ますとですね、六、えー、年半経ちますと、えー、地中海食にオリーブオイル ナッツを加えたものの方が認知機能がいいということが分かってきました。さらに狭心症とか心筋梗塞、こういうまあ心疾患ですね、こういうものも地中海食がいいということがまあ予防的効果があるということが分かってきました。まあそういうことでですね、えー、動脈硬化を防ぐということが、えー、こういう心疾患 あるいは認知症の予防につながるというふうに考えられておりますのでオ、まあ、オリーブオイルとかをを加えて地中海食を食べる、まあ、日本食自体もですね非常に地中海食に近いので、まあ、肉を毎日食べるよりはやはり魚介類中心あるいは野菜をしっかり取っていただく、まあ、それにオリーブオイルとかを足すということが非常にいいのかもしれません。 はいそれではですね今日お話ししたあ二つ大きく分けてですねストレスと認知症のことについて、えー、まとめてみたいと思いますまずですねストレスなんですがこれは認知症の原因にもなるということですねストレスと認知症というのはもう全く別ではなくって関連しているんだということでありますどのように関連しているかと言いますとストレスというのは 生活習慣病などの体の病気これが動脈硬化を起こして脳の血流を下げるこれが血管の障害であります血管性認知症だけではなくってアルツハイマー病の症状を発症させる原因にもなるということであります。もう1つはですね 睡眠障害ですね。これストレスによる睡眠障害、これがアミロイドベータというまあアルツハイマー病の原因物質をのの中に溜める効果があると食べてしまうですから、まあ、そういうふうにストレスがですね、えー、間接的にではありますが認知症の原因になるということは覚えておいていただきたいと思います。そのためにも効果的なリラクゼーションが必要になります。 まあアロマとかあるいは運動自体もですね汗をかくことによってリラックスできますのでそういうふうなご自分に合ったリラクゼーションを行うということが大事だと思います。でもう一つのポイントはですね認知症なんです認知症はもう生活習慣病ですもう全身病ですというふうに皆さんご理解ください。 頭だけの脳だけの病気としますとなかなか、えー、予防も治療も難しいんですけれども全身性の病気でででああれば、えー、治療もも予防もできるわけであります先ほど申し上げたその生活習慣病が、えー、動脈硬化を起こしたりあるいはいろいろなあ代謝障害、まあ、栄養障害あるいは貧血肝機能障害腎機能障害ですねこういうものは食事運動療法 で、えー、予防できるわけでありますですから運動食事療法によってそういう全身性の代謝障害を予防治療することによって認知症を予防するということでありますですから認知症というのは決して怖い病気ではなくて運動食事療法によって認知症の発症を予防することができる まあそういうことを皆さん今日のセミナーで理解していただければというふうに思います。どうもありがとうございました。 マネックえー、本日は「健康セミナー」と題してですね、えー、脳の健康のためにできることということで、えー、専門家のお話をお聞きいただきましたけれども坂谷先生のお話いかがでしたでしょうか。えーまあ 健康面で認知症というのは非常に、ね、あの不安を感じる部分かと思いますのでしっかりとケアすれば、えー、予防できるということが分かってよかったかなと思います。であの私どもマネック証券でもですね認知症対策としてですね、えー、ご説明できる商品がございますのでここからは少しあの商品のご案内させていただきたいと思います。 えー、家族に託す財産管理ということで託す株という商品でございます。えー、こちらの マネックス SP 新宅マネックスグループの中にある信託会社なんですけれどもこちらが、えー、提供しておりまして、えー、私ども代理店として取り扱いを行っております、えーまあ、どういったものかというとですね、えーまあ、お客様元気なうちはですね、えー、投資をしっかり楽しんでいただいてでその運用であの作った資産を、えーまあ、次世代の方のためにしっかりと残せるような仕組みを作ろうと。 ということで、えー、作られたのはこのタクスカブという商品になります、えー、将来の安心のためにですね元気なうちに備えていきましょうというメッセージを込めておりますので、えー、お聞きいただければと思います はいでえー、タクス株のサービスの概要なんですけれどもあの、まあ、図で説明させていただくと、えー、お客様が、えー、いらっしゃいましてでここに、あのー、証券口座をお持ちいただいていてでそこでこうずっと株式取引していただいてますという状況がまずあります。で、えー、この株式を、えー、マネックス SP 信託に、えーまあ、名義を変えるという形になりますね。あのー、ちょっと 簡単に言うとですね証券口座は証券口座でそのままお取引を続けられますしこのタクス株を契約いただくとこの信託会社に、えー、タクス株専用の口座が開かれてそこにお客様の 株をお預かりするとでこれお預かりして何があるかというとですねお客様もし認知症になった場合なんですけれども代理人を設定しておいていただいてそちらの代理人の方が取引の指図売却であったりですねご出金ということが可能になる。 えもう一つはえ相続の時にですねえ速やかに財産を引き渡しできるようにするように受け取り人を設定していただけるという、まあ、こういうサービスになります。であのその契約の窓口になるのがマネックス証券でございますので実際はあのお客様とマネックス s p 信託の契約という形になります。 はいでまあ、通常ですとです、ね、あの認知症であったり、まあ、相続ということになりますとあの所定の手続きを踏まないとこう資産を動かせないとか、まあ、あの完全に一旦は口座を凍結してです、ね、身動き取れなくなってしまうんですけれども、まあ、このタクス株をご利用いただいていればここのタクス株の専用口座にあるものについてはそれぞれ代理権であったり受け取りであったりに受け取っ 動かすことができるようになりますので、えー、そういった点ではかなり利点はあるかなというふうに思います。はい。で、まあ、えー、簡単に特徴を申し上げます、えー。お元気なうちなんですけれども、これはお客様が元気なうちですね。えー、専用口座で取引できます。はい。あのまあ、証券口座でお取引いただくのはま基本だと思うんですけれども、まあどうしてもタックス株の中にあるものを売りたい。 とということでも売れますし、えーまあ、追加で買いたいという場合はあの証券口座で買って、えー、追加で、えー、タクス株に入れるっていうこともできますので、えーまあ、そういうふうにタクス株があるから、まあ、そこに入れたからもう終わりということではなくてですね引き続き、えー、証券取引はお楽しみいただけるというものになります。 えとあとまあ,あのタクス株に入れても専用口座ですので、えー、お客様にとってはちょっと別財布と私申し上げたんですけれども実際はあの権利はお客様のものでございますので配当金、えー、株主優待受け取るか受け取ることが可能であるということでございます。 はいでえー、と先ほども申し上げましたけども財産の追加はいつでも行えるということで、まあ、証券取引、えー、証券口座でやって、まあ、ある程度こう運用こう落ち着いてきてですねあのこの辺りはもうあの配当利回りが高い銘柄はとりあえずタクス株に置いといて、まあ、将来のためにキープしとこうかなと思えば、まあ、後々追加できますし、えーまあ、そういった形で。あのー なんでしょう一回やったら終わりというものではないのでいろいろ将来の状況を考えながら、えー、お使いいただけるというものになっております。はいえー あとまあ認知症対策ということでまあ先ほども申し上げたんですけれどもえ財産の管理えまあ代理権の発動がありましてえ代理人の方がえ認知症ということでえご本人様が身動き取れなくてもあの資産の管理を行えるということがまあ一番のメリットかなというふうに思いまますす株式を売却できますし出勤も可能になります。 えーまあ、あとあの出勤した場合にです、ね、あのその代理人の方だけが分かっているのではなくご家族みんなが分かるように、えー、ご家族に対して出勤状況をお知らせするという機能もありますので、まあ、ご家族皆様で安心して使っていただけるものになっているかなといいう,うに思います、はい、で相続対策としては、まあ、先ほども申し上げたとおりです、ね、受け取り人の指定ができるということで相続手続きが簡略化されるということが特徴になっております。 でまあ、あのこちら月額で管理料をいただいたりだとかですねあの財産を引き出される際にはちょっと一定の事務取扱手数料などを頂い,いておりますので、えー、そういった細かい点についてはホームページでご案内させていただいております、えー、特設サイトもご用意しておりますのでぜひそちらをご覧いただければと思います、はい、であとまあこういった、あのー、ご説明を、まあ、詳細確認されたいということであれば、えー、お問い合わせ窓口も 新宅相続支援センターというものを設けておりますのでぜひぜひご利用いただきお問い合わせいただければと思います資料請求もですねあの無料で承っておりますのでぜひ特設サイトを見ていただいて不明な点があれば信託相続支援センターをご利用いただくという形でお願いできればと思います、はいえー、駆け足になりましたけれども私からタクス株のご説明をさせていただきました、えー、本日はセミナーご参加いただきましてありがとうございました